ちょっと聞いてほしいことがあって、はい、うんうん、ピンチを脱出したんで。というと、まあ、相馬くんがお金のことを管理しなくなった、うんうんうん、じゃあ、うん、そっから、うん、ようわからんやろ、わからんでしょ、うん、もうあんま気にしないでやってる。そうそうそう、うん、節目というか、うん、いろいろ変化があって、うん、まあ視聴者の人も引っ越したから、うん、じゃどうなん経済状況、確かに俺も見てないからどうやって生きてんやろうなとは思ってたんですけど、はいはいはい、代表者は相馬やん、うんうん、そのままね、その社長業務を僕がやってるだけで、うんうん、基本的にはあれなんで、うん、一応あれです、のぞきのぞきプチューンの人プチューンじゃない、プチューンじゃない、のぞきもしてないけどプチューンもしてないからなんでね、なんでじゃない、そうそう、ちょっと見てほしくて、はい、魔の6ヶ月間と言われる、うん、あったと思うんだ、あの時刻のね、預金9月1000万ありました。1000万って言っちゃった。9月1000万ありました、うん、10月ちょっと増えて、うん、で11月からちょっと減少傾向が、うん、ね、おー、確かにどんどん減ってって、はい、11月850、うん、12月560、1月ちょっと上がった、ちょっと上がったね、670、うん、っていうところまで、うんうん、まあ、まあ預金だけ見たら、うん、まあまあ下がっちゃいるねと、いやそうね、赤字だね、うんうん、ぐらいじゃないですか、うん、そう、売上をちょっと見てほしくて、そのこれは結構エグいんだけど、衝撃だな、衝撃映像なんだけど、総売上って何ぞや、うん、広告費もろもろ、もろもろね、もろもろですよ、うん、もろもろね、でも9月270、まあ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 、10月、うん、ちょ読み上げてもらっていい、220、うんうん、11月240、まあまあここまでは、うん、まあまああの調子悪いね、うん、まあまあすぐ、まあ、この時ここの3ヶ月間も調子悪いよね、うん、そうだね、悪いですよね、悪いよ。12月は196、さらに下がる、さすがにこれ以上下がることない、ない。1月が133、倒産ですええぐらいの感じまでは言ってた。すごい、確かにそうか、なんか相当やばかったんだ。俺もここら辺でさ、うん、ちょっともうわーなってたから、そうそう、ちょっと頭がパッカーンなパッカーンなってた時てただから、あんま覚えてなかったけど、うんうん、確かに133まで言ってたんだ、うん、そうそうそう。で人件費も、うん、まあそれまではもうみんな知ってるじゃないですか、うん、相馬が50、俺が30、うん、天満ちゃんが30、スーさん25、笹沼23、梅田20、赤字だよね、これは相当やばいね。これ1月が133万だったのが、このまま行くとあと3ヶ月で僕らそこつきますっていう状況だったわ。でも終わる状況だった。状況だった。いやこれ見るとちょっと冷や汗かくね。そうね。でこの時じゃあなんで相馬が社長というか、うん、そのお金を見ない方がいいってなったかというと、うん、これ見てさらに不安になっちゃうねって。わかるーこれいや133万やっててどうも相馬トランジスタです、できないできない、いつでもやっぱマスコットキャラクターだから。なるほど。ミッキーが悲しい顔してるとかある？いやないな、ないやん、ないね。面白い動画だけ作ろう、うん、そう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 、しか考えてないから、そこに行ってからやっぱちょっと良くなったよねみたいな。ああそうか、だから引っ越すっていうのもさ、まあ、ぶっちゃけこれ見てたら俺さ、いやそうよ、ええー、ってかなったんだけど、うん、でも引っ越した方が面白そうだ、ウェイウェイって言えるもんね。そこを俺でみんながなんとか、だから俺は逆に言うと金の体制はあるわけよ、まあ、別にここを張り時やなみたいな。なるほど、そうそうそう、ぶっちゃけ言うとさ、もうこれ133万で引っ越しじゃん、うん、これ結構じゃあもう張ってたんだ。いや張り時でしょ張ってたよ、ここ大博打や魔の半年と2月、3月、4月、こっち比較してほしい、はい、確かに。これ何があったか、うん、そうだね、ちょっと気になるわ。2月にヒカルさんとコラボしてる、復活したわけ。あーそうか、関係が復活した、ありがとうございます、女芸そうそうそう、あ、確かにそこだわ、ぴったりだ。倦怠期だったじゃん、半年間。倦怠期って言ってた知ってる人がいるから言うけども、うん、1月のこの状況を見て、うん、3ヶ月でこのままみんな同じ給料もらってたら倒産しちゃう。これはもう100倒産だね、うん、じゃあってなったから、だから3ヶ月で立て直したい、ヒカルさんもコラボしてくれたしここやって張り時だったんですよ、うん、だから2、3、4は給料9万円、うん、全員9万という強行席を取って、うんうん、かつ引っ越しもして、うん、というギャンブル出たんですよ。もうギャンブルだよねもうだって社を上げてのギャンブルというか、そうですよ、だからもうこれはもう社運をかけた大きな一手だったわけですよ。いやそう、みんな知ってたわけでしょ、はい、よくついてきてくれたねみんなね本当にありがとうね本当に、あそんなファンなんか来てくれたんだもう楽しみで仕方なかったおじさんすみません、これか、はい、おお。2月の預金見たら分かるんですよ、570あるね、また下がってるわけ、はははやべえと。で3月130万になっとんの。でこれ3月末時点での預金が130だから、これ何があったかつまり引っ越しなわけ。
もうギリギリやん。でしょ、張ってるべ、これ。張ってんねー。張ってるのよ。いいねうわー、やってんじゃん。張ったんですよ。面白。今まで通りの給料だったらもう人件費で終わったわけ。うんうん、そうだね。見越した上じゃないけど、まあ一応9万に下げて。すごい。で、4月が。これなんで。はいはいはい。見頃。見頃。まあ、256なんで、はい、これなんで、まあ、預金が増えるっていうのは、うん、シンプルに利益が出たということだ。そうか。ずっと下がってたわけだ、ね。そうだよ。ずっと下がってたから、ね、ようやく利益出たわ。4月で。すげえ。売り上げ見てほしいよ。あ、240か。あ、2月240。まあ、これ、2月、ヒカルさん復活した。なる、ちょっと上がったね。1月133円。100上がってんだ。100上がりました。3月、269。おー。もういいよね。上がってる。で、4月が、378。すごい。で、これはヒカルさんのおかげで来ましたよ、うんうん、で、4月の何が、どの動画伸びてんのって見たら分かるんですけど、結構新居ブーストなの。あ、ほんとだわ。とかも結構あったりとか、うんうん、この家が幸運の家かもしれない。いや、マジでそうだね、うん、いや、ほんとにこの家に引っ越してきてからもう流れ変わったもんね。流れ変わった、そう。いや、完全に変わって、しかもみんなでいる時間も長い。そうなんや。共有するのもめっちゃ楽だし、そう、一体感。うん、まあそれはあるな。外から見ると、うん、俺らマジ宗教団体に見えると思う。まあそうだよ、そうだよ。みんなでご飯一緒にして、うん、一つのことやって、なんかベンチャーとかね。まあそうそうそう、うん、ベンチャー企業ですね、うん、あの宗教って言うと本当に俺教祖みたいな、うん、なっちゃうから、うん、いや俺もおかしい宗教 の、 あの教祖とその緑神そうだから、これを奉ってて僕教祖だから神の言うことを唯一聞けるやつね。僕が、あの、通訳してますから3月なんでじゃあそんなにボーン使ったかって、でもこれあるじゃん、引っ越し金と、あと法人税も払うタイミングがあった、うんうんうん、だから本当にここで買ったのは恐れもあったんやけど、うんうん、まあまあ間違えてなかったよなって。いや、今思えば大成功やね。そうなんだ。なるほど。で、まあ234はもう全員9万円にしてたんで、うんうんうん、54万円なの、人件費。6人で。6人で。お前の元々の役員報酬ぐらいや。ってことだよね。そうそうそう。それをみんなで分けたっていう。だただ、ただ9万円といっても、うん、飯とかは、基本的には経費で出せるようにしてた、うん。あ、そうだね。やっぱ引っ越したところの良さだもんね。そうそうそう。みんなで食べるから安くなるし、うんうん、しかもみんなで食べた方がなんか美味しいしね。そう。で、家賃と食費は、もうこっちで全て持つという体制は変わらず行こうと。うんいう風なんで。で、まあこれを機にですけど、うん、案件もね、結構いただいてまして、月に1本ぐらいは今後受けていっている状況なんで、うんうんうん、さらに、そっか。登っていくわ。案件も中、ない状態だったもんね。ない状態だ。そりゃあのチャンネル状態は込みなの。いや、本当に恐ろしいぐらい来なかったよね。うん、今も案件は準備してて、うんうん、それが多分、5月で開けるでしょ、うんうん、ってことはそれが6月入ってくる。おー。で、他にも取ろうとしてるやつあるやん。あるあるある。ね。だから要は月に1本をこう、コンスタントにやっていこうというふうにはちょっとしてて。すごい。全然考えてなかった。それはだからお前が考えるとこじゃないよねっていう。確かに。そうそうそう。で、まあ、今回俺なんか234と特徴あるなと思って、うんうん、投稿動画ね。ヒカルさん、ヒカルさんチームと撮ってるものやっぱ伸びてるよね。うんうん、まあ、デスイナビも伸びてるよね。うんうん、で、あと、ユイ先生ね。ユイ先生ね。まあ、これでかいですね、うん。AV のスタッフ体験が100万超えてて、いやそのペースは結構早くて、うんうん、まあ、ここ、ちょっと強みなんじゃないかっていうところもちょっと分かったから、うんうんうん、まあ、ここなんかいい感じでね、うん、動画できればと。いやびっくりしたもんね。そして4月が、あの、久しぶりにチャンネル登録者増えてました、はい。ありがとうございます。1万2000人増えました。これ、1万2000人も。1万2000人増えました、4月。すごいね、うん。見たことないです、73。そうだね。今まで行ったことないね。確か73も。73なかった。初めての。そう、初めて。いや、これありがとうございます、本当に。すごい、マジで。嬉しい。でもこれも本当に面白い動画を上げてるっていうのが、やっぱもう全部反映されるのかなと思って。うん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 、そこを本当に嬉しいよね。はい。めっちゃさ、ヒカルビと TikTok ライブとかもしてるじゃん。うん、言ってもらえね。最近動画めっちゃ面白いですよね。ああ、言われるね。確かに。めっちゃ言ってもらえるから、うんうんうん、本当にそこの期待だけは絶対裏切りたくないから。いや、動画のクオリティの責任者はあんたやろ。間違いない。で、金はまあ見ますよ。まあそういう、まあ、補い合って。なるほど。やっていければな。今月やな。もう5月の末に渡される給料は9万円じゃないわけです。うんうん、お月額9万円の給料を脱出したら。いやー脱出したら。やったぞーまあ、でそんな感じでね、うん、まあ、今回あのいろいろ話させてもらったんですけど、うん、かなり経費も削減されてるわけです、うんうん、それこの家に引っ越してきて、うん、全員の食費が、うん、まあ前話したけど、うん、
ゃあ6人が飯食うときに1人1000円ずつそれぞれが飯食ってたら6000円かかるけど、はいはい、6人いっぺんに飯食えば、はい、鍋にして3000円で済むわけやな、そうだね、3000円下がるわけよ、ま、間違いない、半額やね、いやもう相当だよ、移動も今のタクシー使ってた、うんうん、スーさんが全部送ってくれる、まあ確かに、だからそういうこの家が本当に幸運の家みたいな、うわ本当にね、うん、こんなに住みやすいんだ、そうそうそうっていうのあったよね、うん、だからルーティン取ろう、どうしてこのピンチを脱出できたかっていう、まあ、からくりがあるわけね、そうそうそう、この家に密着するっていう、確かに、あめっちゃ面白いよ、ちょっとじゃあもうみんなよく見せるとかなしにして、そうね、いつも通りでいきましょう、いつも通りでね、おはようございます。おはようございます。おはようございます。相場？まだ直ってないですか？そうだろ。暑いわ。暑いわ。うまい。おはようございます。おはようございます。あ、コーヒーありがとうございます。ありがとうございます。あ、これ黒の黒がいい。アイスコーヒー。あ、これ。あ、アイスコーヒーね。誰に入れてほしい？お前でいいよ。総選挙の流れじゃないの。辞退された。今日あれだよね、うん、ネクストだよね、そうだよ、ネクスト前にお風呂入って、うん、バスケやったりして、うん、って感じ、うん、お風呂入ってきます、臭いからね、臭いから行きますね、お願いします。一回僕実は自分でやったんですよ、うん、あの髪を、うん、時に本当マジでかっこ悪くてじゃあこれ自分で無理だなってなってお願いしてます、はい、いお願いします、はい、ドライヤーかけます、ね、お願いします、お、いい感じ、ありがとうございます。ありがとうございます。漏れてる。漏れちゃってる。漏れてます。惚れんなよ。はい、いただきます。いただきます。いただきます。興味持てやで。うん、中の上に。え、1個いいです。バトルロワイヤル。いや、食わねえ、食ったじゃないから。食べたい。え、ウインナーもう一個食べたい人、シャージャーやろ、3人こっちっちゃおいこういう時負けるんだよな一文句に負けるみたいでジャンキーじゃん、あー、めだけじゃあ全員でジャンキーしたパターンもいい、はい、どうぞ、何のパターンだよ全員でジャンキーじゃこれだったらもしかして勝ってるかもしれない、うん、最初はグー、うん、ジャンキーポイ、アイコでしょ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 、食べたくないんだけど非常に不服です、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、ちょっと待って、お願いします、あ、ほらアイスコーヒー2つ、だって出したらまずいでしょ、まずいっすね欲しいです、欲しいです、大丈夫なの、大丈夫です、大丈夫です、飲んでいいですか、うん、まあ、あったかいわよ、うちは、あ、何でも高いからね、もちろん、もちろん、いいお店だからね、食べてもらっていいですかもう座ったらもうタウトスクのやってくれた、ね、教えてくれたら俺やりますよ、自分でいいわよだんだん心開いてそうだね、だんだんと、あ、乗っ取られちゃうわ、乗っ取られちゃうかわいい、これから
ネクステへ向かいます。いらっしゃい。ありがとう。お見送り。スーさんが送ってくれてます。はい、本当これがさ、カルビさ、はい、助かってるよね。送ってもらう。そう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 、これは助かってるよ。本当にありがたいことです。節約にもなってるからね。そう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 マジで。今日母の日じゃん。おー、なんかするんですか。まあ、スタバカードぐらい送ろうかな。おー、いいっすね。自分のさ、LINE の名前、何してる？フルネーム漢字。フルネーム。フルネーム。俺の母ちゃん、ビッグマムなんだよ。プロフィールの。ビッグマムにして、自分で。すごっ。母ちゃん、酒好きやから。ただいまです。ただいま。はい。ちょっとご飯食べね。はい。ちょっとご飯。おい。水炊き？水炊き。みんな大好き水炊き。これでいくらぐらいですか？これで3000円以下です。え？今日ですか？はい。え、3000円以下？だってこの他に明日の分とかも、あ、そっかそっか、買って3000、ちょうど3000円ぐらいなんで、豚タンもあるもんね。そうです、豚タンも含めて3000円し、マジ、いただきます。いただきます。はい。熱鍋火つけてもらってもいいですか。この豚タンマジでうまいですよね。うん、ノースの豚タン美味しい。マジでうまいですね。うまっ、うまっ、半端にそんなうまい食べてない。え、それやりすぎじゃん。いや、ネギと一緒、ネギと一緒。やりすぎや、そんなうまいわけない。ちょっと待って、食べる前にお世話出して。やりすぎじゃない、うん、行数でしょ、うん、うまっ。早い早い早い。うまいより早いから。早いなぁ。一人がいいタイプとか言ったじゃん、うん、これ超ストレスフリー。おぉ、え、マジで。これ素材みたいな人なら分かると思うんだけど。すごいことですよ。歩いてるだけで朝ごはん食べてる。全てがもうなんか、え、お、できてるみたいな。すごいありがたいです、本当。集中できます、YouTube。これはありがたいよね。うん、本当にありがたい。ビクトルハウスの頃のイメージとか、絆屋のイメージが強いんだろう。うん、ああ、そうかも。うん、男ばっかりやったわけ。あ、そうかも。まあ、特にホスピタリティのある人たちだから。そうなんです。バチ当たりそうじゃない。あ、それのレベルも俺感じてる。だよね。わかる、わかる。だってコーヒー飲みたいなって思ったら作ってあるやん。うん、そうそう。なんかね。風呂入ろっかな、食べますよ。うん、いや。食べてくれんの？絶対嫌がってた人だから。うん。イメージありました。うん、すごい。え、俺もだびっくりしてる自分で、こんな大丈夫なんだと思って。意外とね。意外と大丈夫。意外と大人ってのがでかいんだろうな。あ、全員。あ、そうだね。でもオナニーはできない。あ、そこだけ、これだけやってもらって何言ってんだって話。その代償としては安いもんよね。オナニーに一つぐらい。不満もセット、ね。そうそうそう、セットで言ったら遅くさくない。毎日鍋ぐらいですかね。この年になって青春みたいな、なんか、なんだろうな、エモみをがあるというかのもなんか予想できなくて、面白さもあるし、こんな人生になると思ってなかったがすごい面白いです。あ、そっか、人生的にはだって冒険してますもんね、これ多分ね。うん、てかもう31歳で海賊になるっていうなんかその遅咲きのルーキー今から海賊やるみたいな。みんなもう海賊から帰ってきてるけどみたいなっていう面白さですね。面白いし、いいですね、この人数の共同生活今まで私もしたことなくて、うん、1ヶ月経って慣れてきて、はい、住みよくなってきたのがあるし、人生見た時に、うん、絶対面白いことしてるじゃんっていう。あ、それこそ、きつさは
どこも変わんないと思う。そこに自分が楽しいかどうかがあるだけで全然違う仕事が。うん、めっちゃうなずいてる。梅田くんはいつも俺が配信で 3,4 時ぐらいに終わってさ、うん、クリアする梅田くんがコト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 鍋を煮詰めてご飯を食べてください。なんか余命みたいな感じ。余命だね。余命みたいな。まあ、嫁というよりかはその受験勉強を応援するお母さんじゃないか、どちらかというとね。3つもやってくれるんだよ。そうなんだ。2人だけの世界じゃん結構、うん、そこ多分あんま知らないかもね。まあ、夜2人でスマブラしてるしね。あ、それはちょっと見た。1回1回見てもう、あ、右、じゃあジャンプ持って小さくおもろ。特訓してた。結構ガチで特訓してるよね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あのっす。美味しかった。かわいい。僕は叫びますね。おやすみ。おやすみなさい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 。おやすみなさーい。お風呂いただきまーす。お風呂いただきます。うまくいけない。いやいや、頑張って。あ、ま、あ、すごい。いやいや、本当に。早く、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 まあ、やばいね。みんなが寝てから私は3人なんで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続けてから、はい、おやすみなさい。おやすみ。